ただいまご紹介預かりました小坂と申します。情報エレクトロニクス学科の紹介をしたいと思います。で、先ほども同じような図があったんですけども、なんでこういう学科ができたかということですが、既存の学科として情報科学科、それから電気電子工学科ですね、それから一部の応用鮮明システム工学科の先生方も合流して一つの学科ができます。で、これまでですね、情報科学科で何をやっていたかというと、ソフトウェア、つまりコンピューターを動かす仕組み、例えばプログラムとかそういったものの、いろいろ研究だとか教育をしていました。で、一方電気電子工学科でハードウェア、ものの方ですね、例えばこのコンピューターそのものですとか、そういうものの方の研究をしていた、ソフトウェア、ハードウェアの研究をしていたと。ただ、現在はですね、それどちらかを知っていればそれでいいっていうわけではなくて、ハードウェアとソフトウェア両方知っていないとなかなか現在は対応できない。例えば自動車があるとする。で、これはまあ一見ハードウェアのように思える。でも実際にはもうコンピューターが山のように使われているわけです。で、そうするとハードウェア、ソフトウェア両方を知っていないと、まあ、これからの、社会では対応できていけませんと。で、そこで、新しい学科ではこの辺が一緒になりまして、ハードウェア、ソフトウェア分野の幅広い知識を、勉強してもらいましょう。そういう目的で作られています。で、学科の中で2つのコースが分かれてまして、情報知能コース、こちらの方がソフトウェア中心なんですけど、それプラスハードウェアの勉強するところです。それから電気電子通信コースとその逆で、中心がハードウェアです。でも、それにプラスしてソフトウェアの勉強するというような内容となっています。で、情報知能コースではコンピューターの基礎技術、基礎理論、それから情報システムですね、そういったものの勉強をしていきましょう。で、電気電子の方はですね、まあ、非常に分野がたくさんあるんですけども、ちょっと、聞いたことある分野からちょっと分かんないのもあると思うんですが、電子物性、デバイス、電子機器、センシング、信号処理、情報通信、環境エネルギー、非常に幅広い分野をカバーしています。で、実際じゃあどういう勉強をしていくかということで、ちょっとイメージが分かるように簡単な図を作ってみました。で、基盤教育、専門領域、融合教育領域と、こう主に3つに分かれているんですけども、基盤教育はこれはまあ基礎的な知識ですね。いきなり専門的な勉強するにはハードルがあるので、数学だとか物理、あるいは英語も大事なんですね。英語だとかそういったまあ基本的な勉強をまず、まあ、これは主に1年生の時なんですがやりますと。2年になるともう専門の勉強していきます。で、情報知能コースのコースの方はこちら側の専門領域、電気電子通信コースに入った方はこちらの領域の勉強をします。ただそれプラスですね、融合教育領域っていうのを作って、ここでハードウェアソフトウェア両方にまたがるような分野の勉強をしていこうと。で、例えば情報知能の学生だと専門領域プラス融合領域、電気電子通信コースの学生だとこちらの専門領域と融合領域の勉強をするということになります。で、4年生になると研究室に配属されて、自分の別々ですね、人によって別な研究になるんですが、卒業研究を行うというような流れになります。で、これもちょっと見ただけだとピンとこないかもしれないんですけども、先ほどのその各分野でどういった事業があるかというのを代表的なものを集めていました。融合領域ですと情報エレクトロニクス入門、確率統計、電磁気、電気回路、ソフトウェア工学ですね。で、情報知能の専門ですとマルチメディアだとか認知科学だとか知識情報データベース、まあ、こういったものです。から電気電子でと電子物性、半導体、電磁気、電子回路、集積回路、こういったような勉強を行います。で、各コースの特徴なんですけども、情報知能コースでは主にこういう分野に分かれます。知能情報、コミュニケーション、計算機工学、数理科学、センシングということで、例えば私はここのコミュニケーションの音声処理っていうのをやってるんですけど、まあ、コンピューターが喋ったり聞いたりですとか、そういったものの研究をしています。ただ、このタイトルだけでは分かりにくいと思うので、皆さん今日研究室巡られると思うんですけど、この
オープンキャンパスという資料で情報コース、それから電気電子コースですね、電気電子通信コースが、たくさん分かれてて分かりにくいんですが、7、8、9、10号館と、それだけのところに分かれて入っています。でこれでいくと赤色とか黄色色、これで示されたところが我々の情報エレクトロニクス関係の分野となります。でそこを見ると、ね、割と人工知能やってるんだとかね、ハードディスクやってるんだっていうのは分かると思いますので、そちらの方で実際にいろいろなものに触れてどういった内容をやってるかっていうのを確認してもらえば助かります。で電子通信コースでは、まあ、キーワードを聞きますと情報通信、超高周波、超電導、情報信号処理、情報記録、高波ですね、環境エネルギーでデバイスシステム、すいません、でじゃあ一つだけ最後に、ですね、まあ、たくさんあるっていうのはあったんですけども、例えばですね、一般全教を見ていただくと数学と理科の配点が非常に我々の学校多くて、総得点の 78% が数学理科です。なのでそういったのが得意な方にぜひ来ていただければと思います。この辺は先ほど紹介した通りですね、はい、どうもご清聴ありがとうございました。